あつまり、えー、この公共の福祉との関係で、まあ、どうにもなんないことあのつまり公共の福祉をどうう解釈するかということですあのこれは、えー、さらに昔2008年頃に2年以上かけて書いた法律案だったんですが。 えー、うまくいかなかなったです当時あの自殺サイトとか家出サイトまた売春サイト殺人シーンのサイト まあこういったものがすごくあって、まあ、子どもさんがです、ねえー、家出サイトなんかを見てです、ね、あの家出をしちゃうとか自殺を一緒にしようというようなことでお亡くなりになってしまうとかであのそういうものがありましたので、まあ、そういった有害情報のサイトについては18歳未満の、えー 子どもさんが使われる携帯、またパソコンなどにフィルタリングをかけるということを義務付けようと考えまして、法律案を書きました。ただ、これも21条憲法第二十一条の表現の自由。それから、事前にそういう問題のあるサイトをチェックするというのは、憲法第二十一条の二にあります。検閲に当たるんじゃないかと。 いうことそして憲法第21条の2にあります通信の秘密これを犯すんじゃないかと、まあ、いうようなことであの通信情報通信事業者あと放送業界新聞社など、まあ、マスメディアからはもう大変な猛反対がありました私が一番ショックだったのは保護者団体からもです、ね、子どもにも知る権利があると言われた時でございました、まあ、これも えー、結局なかなか難しい、えー、話になりましてまあその後憲法に触れないように相当文言を選んだ選び抜いた、えー、ほぼほぼ義務ではない、えー、内容の、えー、骨抜きといったのですが。<laughs> まあそういった法律が一本存在しているという状況でございます。まあつまりあの私が申し上げたいのは、まあ憲法、日本国憲法っていうのは、えー、国民の皆様の自由や権利これを保障しています。で今まで挙げてきた例っていうのは自由や権利にかかるものでございます。だけれどもあの憲法第十二条には この憲法が国民に保障する自由および権利は国民の負担の努力によってこれを保持しなければならないまた国民はこれを乱用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うと書いています。ですからあの公共の福祉っていうのは本当に解釈が難しいです。 まあ自由や権利は保障されなきゃいけないんだけれどもあの人の命を守るようなことであったり国の名誉を守るようなことであったり、まあ、子どもさんたちの安心を守るようなものであったり、まあ、そういった時にですねあのこの第12条の「公共の福祉」で読めるのかどうか。 ここを一番衆議院の法制局も内閣の法制局も悩まれるところで、まあ、議員立法をする立場の私たち国会議員もそして今はまあ政府の方にいますが、まあ、政府側としてさまざまな文書を作る時にもこの公共の福祉の文言、えー、これが適用されるのかどうかっていうのが非常に難しい問題になっています。あの過去に 平成24年の4月まだ自民党が当時野党でしたですから党本部には国会議員の数はとっても少なかったんですが、まあ、野党ですからあのほとんどいろんな団体、AA、からの要望や、まあ、予算要望や税制要望もなくたっぷりの時間が私たちにはありましたのであの時にあの 自民党の憲法改正草案、まあこれはもう前文いわゆる前文からですね、まあすべての条文をガラッと変える、えー、トータル版を書き上げました。まあ今でも私が一番好きな、えー、案なんですが、まあその十二条の改正案を最後に読みます。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の負担の努力により保持されなければならない。 国民はこれを乱用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公共の秩序に反してはならない。 このように当時は書かせていたただきましたあの憲法改正一つ一つの条文については今衆議院や参議院の憲法審査会で議論をされている緊急事態条項などについてはかなりこう各党の距離が縮まってきているそういう状況であるということは聞いておりますけれどもその今訴状に上がっている条文の一つ一つについて 私権、まあ、を申し述べることは、えー、政府側の立場ではできませんので、まあ、それは申し上げませんけれどもあの行政の現場そしてまた議員立法の現場でその解釈によってなかなか、えー、いろんなことへ悩んでるんだよということはお伝えしたく今日はあえて憲法の話をしましまたすべての条文を皆様にもお読みいただいて今の時代に合ってるのかな。 で、今の、まあ、科学技術の進歩もすごいですしね。あの、いろんなことを自由に皆様が考えていただけると嬉しいなと思っております。今日もご視聴ありがとうございました。